隠しヒロイン編は随分とバッドエンドで終わることが多かったっすけど、もうこれから先はないでしょう。今回の動画では神崎梨沙のスキベストクリアの模様をお届けしていきます。さてと、そろそろ準備しないとな。というわけで、クリスマスイブ当日から今回物語を再開し進めていきます。ニーニー、まだ出かけない？まあまあ、あのね、ミアはそろそろ出かけようかなと思ってるんだけど。うん、ニーニーどうする？わかってるって。行ってきます。この感じ見てると、もうミアはこの先関わってくることはないかな。なんかその展開もあり得るかなと思ってたんですけどね。なさそうやね。一体どうなるんだろういや、どうなるんだろうね。もうバッドエンドはないと思いますけど、ちょっとまだ不安だな。まだバッドエンド残された道があったら怖いぞ。ああ、創設祭だ。やりたいんだけど、やらしてくれないんですよね。それを、まあ、それをだから解明していくことになるんじゃないかな。スキーベストクリアでは、まあ、一生解決するっていうのが正解かな。サンタいる。ずいぶん太ってんな、あのサンタ。てんてんてん、流れは早いっすよ。いやいや、とにかく話してみよう。鍵を開けてと。うん、暗くてよく見えない。あ、開いた。だから何なの、このホラー的な擬音は。間違ってるよ。このゲーム必要ないでしょ。返答がない。はい、ここにいますよ。おのかいっていうね。最初から答えろやっていう。そうですよね。で、大丈夫？ちゃんとした格好してくれてる？あ、よかった、ちゃんとした制服だ。もうこの子の場合はほんと怖いからね。前回ここ確認してやってるんですけど、いやでもそれでも怖かった。なんか変なエッチな格好して YouTube 的に載せられない格好してるんじゃないかなと思って。思ってたよりも暗かったですね。はい。一緒に創設祭回りたいんだ、どうかな。まあ、これはもう前日の流れからこういう感じなんだよね。考えてみてくれた？私、あなたさえ一緒にいてくれれば、別に創設祭なんて。どうして？そんなことない。そんなことあるわけないじゃないですか。一緒に。それなら。どうして？私はダメなんです。あなたと一緒に歩くなんて無理なんです。そんな資格ないんです。話が先に進まへんわ。そんな、あなたは全然。私が迷惑かけてるんです。あなたはちっとも悪くなくて。どうしよう、せっかくのクリスマスなの、こんな調子だととても楽しめそうないよな。なぜかはわからないけど、リサちゃんも辛そうにしてるし、いっそ出たくない理由なんて聞かないで、ここで二人きりで過ごすのもいいのかもしれない。でもそれだといつまでたってもリサちゃんのことをきちんと知ることができないんじゃないだろうか。うん、一体どうするべきなんだろうという、こんな感じの流れで、この選択肢で前回下を選んでバッドエンド、スキベストを見ることができなかったんですよね。この時点でもまだバッドエンドが用意されているのがこのヒロインの怖いとこなんですけど、まあもう一度これをやる必要性はもうないですから、理由を教えてほしい、二人で一緒に解決したい、このルートを進んでいきましょう。きっとこのこと話したら、私のこと、でもそうだよね、きっとこのままでもあなたに迷惑かけることになっちゃうよね。もし誰かに見られたら、あなたに迷惑が。
願いだから最後まで話を聞いてもらえますか？いや、これはもちろん、もちろんだよ。私、ひどいことしたから、ひょっとしたら、きっと私のこと嫌いになっちゃう。でも話さないとダメだよね。嘘をつき続けることになっちゃうもんね。覚悟を決めたらしいね。聞いていきましょう。私は本当にひどいことしたの。あなたを独り占めしたくて。私の話をさせてね。私とあなたはね、小学校の頃同じクラスだったの。小学校の時って給食残しちゃダメだったでしょ。あたしね、苦手なものがいくつかあるの。焼き魚と酢の物とゴーヤ、それと牛乳。ありすぎじゃないですかって思わず突っ込んじゃうけど、ゴーヤに牛乳、ゴーヤそんな出んでしょ給食で。それでね、牛乳が飲めなくて困ってたらあなたが飲んでくれたの。小学校3年生の時、確かあの頃は牛乳が大好きで、クラスの牛乳で余りそうなのは片っ端から飲んでたけどお腹を壊して保健の先生に怒られて、それでやめちゃったんだよな。動機も理由も全部しょうもねえわ、やめた理由まで。少し思い出した。ぼんやりすぎるわ。私本当に牛乳嫌いで、どうしても飲めなくて。そこっすね。どうして転校してきたばかりの私にこんなに意地悪するんだろう。の無理に飲まされるくらいなら学校なんて来たくないってそう思ってたの。そこまでかだからね、大げさだなって思うかもしれないけど、あの時のあなたは私にとっては本当に王子様みたいに思えたの。それが私の初恋。小学校3年生の時からずっと続いてる。そうだったんだって、未だちょっと理解できてない感じですけどね。まあ、引き続き聞いていきましょう。改めて言うね、本当にありがとう。あなたってすぐ話に入り込んじゃうからごまかしやすいなって。思い出しました。私は見られちゃいけないんです。それは（笑）お願い、手を握ってくれますか？もう大丈夫。急に女の子から避けられるようになった覚えはないですか？そうなってるはずなんです。嘘の噂を流したんです。あなたにはすでに付き合ってる子がいるって。あなたに迷惑かかるから身を引いてくださいって、そう言ったんです。はい、私がしたんです。
なたが知っている子もいれば、顔を見たこともない子もいました。他の子との仲を私が妨害してたんです。それなのに私が彼女ですって、あなたのそばにいたら変ですよね。木原美香さんのことです。あなたが中学時代に憧れてた女の子、クリスマスイブにデートに誘って待ち合わせ場所に来なかった子、ここに私です。でも仕方なかったの。お願い信じて。ちょっと純一も切れてるね。信じるってこの状態で状況で何を信じろって言うんだ。いきなりこんなことを言われて。牧原さん、あなたのことを笑い物にしようとしてたの、それが許せなくて。どういうことなの、急に冷静になんなよ。牧原さん、もともとそんなにデートに行く気はなかったんだけど、クリスマスに彼がいた方が格好がつく、そんな理由でデートの約束をしたの。うん、私もそこまでは我慢できた。え？だけどクリスマスの前日に女友達だけでパーティーやろうって誘われて、そっちに行くことに決めたの。お前言ってたよ、場所に来たって。それは多分本当です。だったら。でも牧原さんの待ってる姿を女の子グループが遠くで見てたはず。え？あなたが牧原さんに振られるのを見物するために。えぐない、それ。つまり僕を笑い物にするために。牧原さんがそんなことをする人だなんて。でも牧原さんだけが悪いんじゃないの。他の女子と集まって話してたらいつの間にかそんな流れになったって。嘘でしょ。それってどうしてリサちゃんがそのことを知ってたの。まあ、そこが一番聞きたい部分なんですけど。誘われたんです、一緒に見に行こうって。私びっくりしちゃって、その後よくよく話を聞いたら、私我慢できなくなって、そんなの絶対に許せなくて。そうだったんだ。あの時そんなことがあったなんて全然知らなかった。でもこれを全部信じるっていうのもどうやねんちゅう話にもなってくるんですけどもね。この子の本性裏を知ってる俺からしたら、まあ、引き続き聞いていきましょう。私がしたことで、あなたをひどい目に遭わせちゃって、傷つけちゃって。だから、私には、あなたに告白する資格なんかなかったんです。あなたが、過去を乗り越えようとし始めたから。あのクリスマスの一件以来、女の子とも距離を置いてましたよね。ずっと見てたから、その変化に気づいちゃったんです。
ヶ月くらい前に梅原くんと校舎裏で。ごめんなさい、見てました。過去を乗り越えようと頑張るあなたがすごくかっこよくて輝いてて我慢できなくなっちゃったんです。もしかしたらまた牧原さんの時みたいな目に遭っちゃうかも。私だったら絶対そんなことしない。でも他の子はわからない。だったら私と、そう思ったの。本当にごめんなさい。謝って済む問題じゃないと思うけど。ごめんなさい。はい。おい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 、リサちゃんのしたことを許す、リサちゃんのしたことは許さない。このルートに進んできてなおこの選択肢をプレイヤーに与えてくる甘神ってなかなか鬼畜ゲーですな。いやでもちょっと流れ的にね、こっちは押せない風潮、雰囲気、空気感全部流れてるんで、もうこっちですね。当然リサちゃんのしたことを許す。ですか、私のことあんなひどいことしたのに許してくれるんですか。本当ですか。そうですよね。それはダメです。なんてやねん。いい感じの空気やったやん今。なんで動揺してるや。一緒に行ったらダメなんです。でもリサちゃん。お？一人で行くの。そうしないときっとこれから二人で一緒に歩けないから。もっと早くにこうしていればよかった。遠くから見ているだけじゃダメだったんだよね。あなたの近くにいるとこんなにも私の世界は広がるんだって知らなかった。そんなことないです。いろいろ知ってます。それじゃ、行ってきます。あ、何してるの？こんにちは。え、何の話？え、どうして？え、別に行っても構わないのに。一緒に行くから。
丈夫だよ。きっかけがあればきっと。そう、きっかけさえあればきっと大丈夫。私もあなたに出会えて変わることができた。けれど私は変わる過程であなたや他の子にたくさんの迷惑をかけてしまって、もしあなたが一緒にいてくれなかったら解決なんてできなかったと思う。きっと私もこんなに明るくなんてできてない。今の私がここにいられるのはきっとあなたのおかげ。ありがとう。あんなに不安だったのが嘘みたい。私のことを思ってくれている人がいて、それを信じることができる。あなたのことを、そして私自身のことを信じるが、一度くらいはあなたもコンパに行ってもいいかもね。女の子の友達くらい多めに見てあげないと。でもそれってやきもちを焼かないって意味じゃないんだよ。私のことちゃんと愛してくれなきゃダメなんだから。終わりましたね。トロフィー獲得。ちなみに手に入れたトロフィーはどこまでも前向きな2人。条件は神崎梨沙のベストエピローグを見ること。好きベストではないんですね。ベストエピローグになるんだ。で、宮の一言が面白いね。なんだ彼氏をジャブジャブってできるんだからって意味がわからんけど、最後にはお幸せにというね。なんだかんだ綺麗にまとまって終わりましたよね。どっちも変わったというか、特に神崎梨沙が変わって、まあ、最後あんな感じになってましたから。このクリアは同時進行で攻略してきた田中薫からしたらたまったもんじゃないだろうね。ふざけんなって思ってるんじゃないですか。あんなクリアが見た後もすべきではないと思うんですけど、これね、ここの選択肢下のパターンでいくとどうなるのか。梨沙ちゃんのしたことは許せないよね。はい、そうですよね。あなたのことも傷つけて許してもらえるなんて。違うよ。僕はもう梨沙ちゃんのことを許してるんだと思う。え、結局そうなるの？え、やり方はともかく僕を思ってのことだって分かったしね。許せないって思ってるのは嘘をつかれた女の子だよ。いや、ややこしいな。だとしたら今の選択肢なんじゃそれや。俺覚悟を持ってこっち選んだのね。結局このルート入るんかい。その子に許してもらわないとダメだと思うんだ。これってスキップを押すとどうなんだろう。全部スキップされるのかな。いや、スキップはされないね。あ、されたってことはまた同じ。なんだそれ。ここではなんかバッドエンドルート入るのかなと思ったらね、許してやらないみたいな感じで、結局こうなるんだったら同じじゃないですか。人の覚悟をもてあそぶなよ。はい、これにて隠しヒロイン神崎梨沙のルートは終了となります。すべて攻略済みとなりました。酸いも甘いも全部経験しましたね。バッドエンドのパターンが全部で4つくらいあったんじゃないですかね。まあただ最終的にはこうやってベストエピローグを見ることができたので、まあいろいろと突っ込みどころはあるし、それに対しての犠牲もあったんすけどね。でもこうでもしなかったらベストクリアにたどり着けず、あんな感じにはならなかったわけなので、まあそれもまた仕方ないでしょう。